決して喧嘩に負けるわけにはいかへんね。島田海が関東と喧嘩するっちゃう。突然の安藤が殺されたそうです。もっぺん言ってみろ。もっぺん言ってみろ。己の命かけて関東に出張っとるんじゃ。けどわしの手で引導を渡してやる。もし従えねえってんならいつでも連合から外れてもらって結構だぜ。あんたなんかの仲裁を受け。よし、あんた、あんた、うちの親分の仲裁を蹴ろうってあれだ。苦しんでる。やられたらやり返すっちゅうのが役立っちゅうもんやろ。手打ち破りをしてもらいたい。ご住職殿、時には悩まよくてはありまんのか。自分の子が殺されるのを指をくわえて見てるわけにはいきまへんやったな。これは組と組との喧嘩。島田組は決して喧嘩に負けるわけにはいかへんね。ドンへの道19。